ローレン・マーチソンはアメリカ合衆国の陸上競技選手。1920年アントワープオリンピック、1924年パリオリンピックの金メダリストである。マーチソンは1920年アントワープオリンピックでは100メートル、200メートル、400メートルリレーの3種目に出場。100メートルは6位、200メートルでは4位と惜しくもメダルには届かなかったが、チャールズ・パドック、ジャクソン・ショルツ、モリス・カークシーと共に挑んだ400メートルリレーでは、アメリカチームの第3走者を務め、42.2 秒の世界新記録で見事に金メダルを獲得した。マーチソンは4年後の1924年パリオリンピックにも出場。100メートルは前回と同じ6位に終わったものの、400メートルリレーにはルイス・クラーク、フランク・ハッシー、アルフレッド・リコニーと共に出場し、マーチソンは第1走を務め、41.0 秒の世界新記録で2大会連続の金メダルを獲得した。その他、マーチソンはアメリカの AAU 選手権の100ヤード走において、1920年、1923年と2度、200ヤードでも1918年、1923年の2回チャンピオンに輝いている。また、1925年には、英国のAAA選手権でも100ヤードと220ヤードの2種目を制している。ありがとうございます。